こんにちは和楽堂の方々です今回の動画は八白土星の方ですね2024年6月の運勢についてお話をしてみたいと思いますまずどこに入っているか魔法陣の中段の左端この赤い印を入れた新宮三匹木星が普段いる場所ですね三匹木星は雷というイメージと若い木の伸び上がるイメージのその二通りを持っているんですけども どちらにしてもですね非常にエネルギーにあふれていて元気がよくてまっすぐで正直非常に分かりやすいですねあの元気よくどん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 新しいことを起こしたり始めたりそういうできるような状況に入っているというふうに考えていっていいと思います。でここにも書いてありますけれども「勢いある新旧」「動き始める時」とかですね「新しいスタート」当然思いがいろいろこもってそれが動き出すわけですから。 そんなふうなサムネイルのタイトルに,タイトルにはしてみたんですけども、まあ、注意すべき点というのがですね行き過ぎないことですね元気あり余ってですねあのも,うもうどん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 自分が思っているよりも先に行ってしまって行き過ぎですね何かにぶつかってしまったり転んでしまうかもしれないですね勢い余ってということもありますのでその辺だけ意識して注意すれば悪い運勢悪いエネルギーが来ているわけではありませんので。 非常にやりやすい状況に入っててていいいいいいるととう,うに考えていていいと思います。人との、ね、交流なんかも随分盛んなると思いますのであのその辺も十分こう動いていいそういう時期に入っているというそういう月ですね6月はね。でこの6月が終わるとですね7月になりますね7月はこのもっといいと言われる尊丘に入るんですね。 でここにも悪いエネルギーは入ってきていないので孫丘の場合はさっきの新丘3匹木星がいる若い木若い木じゃなくてですね孫丘はも,うもっともっと成熟して成長して緑豊かな大きな木というイメージになっていますでさっきの3匹のところが雷でしたけどもここは風というイメージを持っているんですね その両方の持っているイメージがこの場所に強い影響を与えているとで、緑豊かな大きいの木というのは当然たっぷりと緑緑の葉っぱをいっぱい茂らしてですね地面から命の水をたっぷり吸い上げて潤いのある空間とかみずみずしさをたたえていろんなものを引きつけるんですね、うん、動物は来るでしょうね当然虫も寄るでしょうしで人も寄ってくると思いますいろんな出来事もこの木に寄ってくるんですね そういうものが、まあ、あのここで縁が巡り合うことによっていろいろと形を成していろんなものができてくるちゃんとした形になると言われている非常にいい場所となのでやりがいがありますとってもやりがいがあります。ですからこういういい場所に来た時には例えあの1ヶ月月運ですからそう長くはないんですけどもいいチャンスだと思ってちょっと心に残ってたこととかですねそういうことをちゃんとこう形にするという。 非常ににふさわしいい場所に入りますねで風もも、ね、ろんなものを連れてきてきくだあの情報を集めたり人を連れてきたりいろんな出来事を連れてきてくれますのでまあうんよく見てですねいいものをちゃんと取り込んでそれがこうつながり合うこと結ばれ合うことで形を成していく姿というのをここでちゃんと描いていくようなそんな感じのいい月になるような気がします。 悪いいエネルギーが来ていませんので,でここはあのお福音とか書いてあるんですけどお見合いなんかにも非常にですね縁が巡り来るということでいろんな縁が巡り来るという形の中での結婚が昔なんかねお見合いなんか多かったんですけども今はちょっと少ないですけどもね、まあ、マッチングアプリとかですねあの恋愛関係の方が先に走るようなところがありますけどもやはり縁が来るこういう場所も大切にしていくということを まあ頭の隅に入れとといいいいてたいただきたいと思います恋愛の場合はねあの妥球という賑やかで楽しい場所に入ると恋愛の関係が動き出すというふうに言われていますけども今は縁巡り来てというところですね。でこの7月が終わると今度は8月ですね8月はど真ん中ですねこの中宮と言われている。 合同性がいる場所でもう強く激しいエネルギーに満ち満ちている場所なので結構激しく動くと言われているんですねそれとこの特殊な状況ですね囲まれていて中央にいるということがこの場所の意味合いを特にこう浮き上がらせるような当然周りにあるものの影響をもう素直に集まった状態で受けますのでそこに強い力があるわけですから押されちゃうんですね。 いい方向に動くとき動くときは当然強い力で押してもらえればどん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 上がっていくことができますただ同じことが悪い方向に行くときにも同じような動きをする可能性があるんですねまその辺を考えるとですね周りの状況がとても大,変大切であるということがなんとなく分かってくると思います周りにあるものが中央に集まってきて逃げ場のじょない状況の中に影響を与えてくるわけですから周りに変なものを置かないようにすればいいんですね 嫌なものとか、怖いものとか、まあそういう変なものを周りに置かないということによって、中央に悪いものが集まってこないわけですから、やりやすくなります。で、かえってですね、あの悪いものに近づかない、触らないような注意深い行動をとっていれば、残るものはいいものか悪い、いいものか、普通のものなんですね。そういうものに結果的に囲まれることによって、すごく良くなる可能性も高いわけですね。 ここはちょっと怖い言葉ですけれども天国と地獄を味わえる場所だから周りをよく見て気をつけるんだよっていうふうにイメージすると分かりやすいんですけれどもここにも言葉で静観静かに見るって書いてありますね冷静に感じるということですから見るということですからやっぱり周りの状況をちゃんと考えながらあの行動,動くということですねそれによってあの随分あのいい方向に動く可能性もあるわけですからその辺をちょっとこう考えながら行動するという。 8月はそんな感じですねで。これの背景になっている大きな年運ですね、1年間を通じてどういう状況の中にいるかということですと、2024年はですね、緩急ですね、このうーん魔法陣下段の中央ですね、今、この青い印を入れましたけれども、この緩急に入っていますので、なかなかここ、動きにくいと言われている場所なんですね。 あのなぜ動きにくいかというと一泊水星という星がいるんですけどもあのしなやかで柔軟で適応力に富んでいて粘り強さを持っているという一泊水星なんですけども水の持っている特徴がですねそのしなやかさとかのほかに冷たさとか少し暗い形でちょっと印象をみんな持っていると思うんですけどもそういうところに集まるものがちょっと動きにくい状況を作っちゃうんですね。 冷たい暗いところには人間の負の感情とか行動が集まって周りに犯罪とか騙すとかですね人がなかなかこう表出せないようなそういう行動とか思いが集まりやすいんですね。そういうい影響もあって動きにくいとあともう一つこの「緩急」って書いてありますけども緩ていうのはへこみとか穴とかっていう意味合いがありますのでそこにもやはりよどみとかよどみがたまったりいろんなものが集まってきやすいんですね。 いいものが集まればいいんですけどなかなかのそういう雰囲気じゃないみたいですね。やっぱり水の持ってる冷たさとか暗さがなんかちょっとマイナスの要素を持ってるものにはよりやすいんじゃないかなというそんな気がします。あと水ですね大地に染みていってじわりじわりとこう人が見えない状況で地下水になってこうずっと張り巡らされるネットワークのような状況も作るわけですね。そういうこういちょっとこう 得体知れない怖さみたいなものもあるのかもしれないですね背景に、まあ、水の持っている特徴の一つがそういうものを呼んできやすいということですねただあのそういうマイナスの要素だけじゃないんですね一泊水性の1という数字が持つとっても大切な役割ものを始めるときには必ず1から始まってくるわけですから先につながるときの大切なスタート視点になるとただこのスタートするときもですねやはり動きにくいんですね 新しいことというのは当然実行する場合も慣れてはいないですし環境も整っていないわけですから足りないものとか至らない点とかたくさんそういう条件が整わない中で動いていくわけですからまあ困難とかですね乗り越えるべき課題がどん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 目の前に出てくるまあそういうところを超えるからこそその先き行った時にしっかりと形が動いていくというふうに考えるとまあ,ある意味で試練とかですねあの成り立ちの上で必要なことなんだと思います。 ただ、ね、あの意識してちゃんと乗り越えようというそういう思いを持っていかないとへこんでしまったり途中でねあのや,やる気がなくなったりする可能性もありますので始まりの場所というのは大変なんだとでこの緩急という場所自身もやりにくさが集まりやすいところなんだけれどもちょっと頑張ろうとただそういう時にでもですねそういう時にでもできることがあるんですね。 自分に対して一生懸命関わりを作ることですね。計画を立てるこういうふうにしようという思いをしっかり作るこれは誰にこうね力を借りるわけではなくて自分の思い頭の中心の中で描くことができますのでやりにくさというのは関係ありません自分の思いだけですあとはそういう,こう動く先ですねあの目的とか目標とかしっかり決まったならばそれに合わせて足りないものですね 具体的な環境を整えるというのはまだちょっと時期が合わないんですけれども自分の中に必要な知識とか知恵とか技術とか思いですねそういうものをこう一生懸命学び揃えるということに関しても誰も邪魔をすることはできない自分だけで一生懸命できることですのでそっちの方向に力を入れるというのが非常にいいと言われています。自分を整えるということですね。温かかな、な、穏やかないい環境の中で、 周りがねちょっとやりにくい状況でも自分がそういう心を安らげる場所というのは作ることができますので、そういう中で自分を整える作業に力を入れる。これ非常に有効な先に行ったときにとっても役に立つ大きなあの、うん、蓄積になるんだと思います。でこの24年が終わると今度は25年ですね。この25年がですね本当は着実にいろんな具体的なことをするのにいい場所なんですけども。 そこににが入っっているののででちょっとこうやりにくいエネルギーの代表ですよね自分がちゃんとしているのに向こう側からいろんな要素が押し寄せてきて邪魔をする障害になるうまくいくのを邪魔するわけですね。ですからそれをねあの一つずつ向かい合ってどんどんぶつかっていったらなかなかの、ね、体力も心もすり減ってしまう可能性がありますので。 本当はねあのうまく避けれればいいんですけどなかなかそういうシーンばかりではないと思いますちゃんと向かい合ってしっかりとこう乗り越えるまあ正面から乗り越えることも必要になると思いますねで本当はですねここ自国土性というものを見育て育む大地の星がいる場所で具体的なことをするのに非常にいい場所なんですね一見地味なようですけどもいろんなものが生まれてきます 必要なものを身近に揃えたり、何かをしようという時の。本当にこう具体的な準備をするのには最適というふうに言われてますね。その中に入っているので、そういう方向に動けば。とってもいい場所なんですけれども。なんかそこにいろんな邪魔、向こう側からいろんなもの障害があったり、邪魔をするような。エネルギーが来る可能性があるということなので。まあ、あまり派手なことをせずに、地道に行くようでしょうね。もともとが地味な場所なんですけれども。 まあ考え方としては2024年の己を整える自分を整えるという延長の中でちょっとこう具体的な合間を縫ってですねあの邪,魔ばかり邪魔が来るばかりではありませんので邪魔のない時には周り身の回りに具体的なこう準備をするとかですねそういうふうにうまく状況を見極めながらきめ細かく動くということでしょうね。で何か来るかもしれないという意識を常に持っておけば来た時に あのそんなびっくりしないで済みますよねあ、今年は案件札が来てるからこういうふうに動いても当たり前なんだなちゃんと対処して乗り越えようというそういう意識がとても大切ということですねただこれも1年間終わればですね次はとってもいい場所に入るんですねあとは緑色を入れましょうこの新旧って書いてあるところですねさっき月運でも説明しましたけれども新しいものがどんどん,どん,どん動き出すエネルギーに満ちていて もう本当止まってくださいと言われても止まれないぐらいいろんなことがどんどん動き出せるようなエネルギーに満ち満ちた場所に1年間入りますので,でそこはですね2026年は悪いエネルギーが来ていませんので前の2025年の地味なようだけど本当はきちんと準備をしたかったところなかなかいろんな邪魔,邪魔があってできなかったところその1年間を踏み越えてきたところにいろんなことがどんどん動き出せる環境ができてきたわけですね。 ここからきちんと動き出して自分の思い描くストーリーが動き出すというそんなふうな考え方で動いていくとその次は今度は尊久に入るわけですから尊久に入っても悪いエネルギーついてないのでこの2025年ですねやはり要注意というのはねあの地味で着実な場所困窮自国当選のいる場所に案件札が来ている。で考えるべき こととしては2024年の緩急自分を整える延長線上にあるようなイメージと合間を見て具体的な準備も少しずつ周りの状況に合わせてしていくということですね何かが来た時もちゃんと意識を持って、まあ、正面からちゃんと対処するきちんと対処するということですね、まあ、避けてもいいと思いますただ来るということが分かっていればね、対処方法が見つかってきますのでそれが終わると2026年はいろんなことがどんどん動き出す もう非常にいいところに入りますので本当この2025年だけ少し意識して行動するということですね月運もしばらくはですねいい動きになっていますで、あの年運で悪い時でもですね月運がいい時というのはありますよねただどっちが強いかというとやっぱり年運の影響力の方が強いんですね1年を通じてやりにくい状況の中その中でもちょっとだけいいかもしれないとやりやすさが少しあるかもしれないという時そういうところを見計らってですねどうしてもやらなきゃいけないことはするとかですね やっぱり情報を知ることでうまくこう行動をする時のちょっとしたヒントにしていただくとそんなふうに使っていただければですね随分こうやりやすさが増えてくるんじゃないかなと思います。そんなところで八土星の方ののの運勢のお話は終わりにしたいいと思いますであの他の星のところでもいろいろ説明してるんですけどもこのサムネイルのところでですねあの仏像の顔ありますよね写真が載せてあるんですけども背景に。 これがですね、私以前作った「弥勒仏」という未来を救う仏の顔が非常によくできたんですね明かりを作ったんですけどもその顔をいつかこういうふうなねあのサムネイルじゃないですけども皆さんに見ていただける背景の一つに使いたいななんて思ってましてこの間写真を撮ってきてそれをこのサムネイルの背景にして今文字を上に載せてるんですけどもなかなかですね焼き物でこのいい表情って出せないんですね。 普段私は木彫もやってますので木彫はこう繊細なタッチでいろんな表情がある意味で自由に作れるんですけども陶芸の場合はあの粘土が相手ですので状況によってこう繊細にも触れるんですけども意外と表情を作るのは難しいんですね。それがうまくできたのでこの表情はね皆さんに少しでもこういいエネルギーをお伝えできたりですねこう穏やかな気持ちをお伝えできるような表情を願って作っていますので。 で、真ん中が弥勒菩薩が塗装ンでお勉強をして、未来人の様を救いに来る。まあ、弥勒仏、到来仏という姿で、本当スーパースターですね。将来のホープになって、この様を救うと言われている仏ですので。その脇に右側が観音菩薩、左側が地蔵菩薩が。もう一生懸命控えてね、あのサポートの体制を取っているという感じですね。 このようなです、ね、私の作品も折々にいろいろ見ていただけるようにと思って、まあ、YouTube の動画も始めたんですけども今私があの撮影しているところの、ね、脇にあの上り流と下り流がありますしその後ろにちょっと後ろにはね「あのかぐや姫」というこれ明かりなんですけども球体の内側にかぐや姫がレリーフで彫ってあるんですね。でずっとこの画面の中央の奥の方ですねあそこに私のギャラリーとしてのメインの場所がありますので。 いつかその辺もご紹介しながらですね私の背景というのを見ていただけるようにと思っていますそんな感じですね今日は最後まで本当ご視聴いただいてありがとうございましたあとはですねチャンネル登録ですね本当に励みになりますので少しずつ増えていくんですけども本当はどーんと増えるのが一番嬉しいですけどそれはまあ望んでいません少しずつ増えて自分がやっている活動が皆さんに一生懸命応援してもらえるというその辺をかみしめながら運営していきたいと思っていますあとコメントですね とってもシンプルなコミュニケーションのツールかもしれないですけども、やっぱりこうやりとりの中でいろんな思いがこう行き来して、ちゃんとこう機能するような気がしますので、聞きたいこととかですね。ちょっと伝えていただ伝えるようなことがあったら一言二言書いていただければ、私もそれに一生懸命あのお答えしようと思っていますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。それでは失礼いたします。